よく学生の時に中に入っているお店とかでアイス食べたりとかしてましたね雪とか雨の時には松野、まあ、にはとても便利で六年の時を経て生まれ変わる盛岡バスセンター来月のオープンに向け着々と準備が進んでいます1960年に開業した盛岡バスセンター 森岡の市街地や郊外だけでなく仙台関東圏までをバス路線でつなぎ交通を支え続けてきました売店のほかそば屋さんや時計店などもありホッとするような空間はずっと市民に愛されてきました施設の老朽化で2016年に解体されましたが街中ににぎわいを取り戻すべく工事が進められていて いよいよ10月4日に開業しますバスセンターの整備事業を進めている盛岡ローカルハブ菅原孝彦さんに現在の進捗状況を特別に案内していただきましたおバス乗り場が5つバスターミナルは 前からバスが入る差し込み駐車から、ぐるりと回る形のローテーション駐車に変更。屋根も全面に設置されました。続いては東棟内部へ。おお、両方向に広がっていく感じなんですね。90%くらい工事が進んでいるところです。盛岡バスセンターに入るのは全部で18店舗です。 中には岩手でおなじみの店も1階には転売窓口に待合室のほかパン屋さんや鮮魚店ハンバーガーショップなどが入ります2階はレストランやラーメン店といった飲食店のほか子育て支援施設も入るそうです1階に入る店舗の一つが茶菓花向けです 出店するのはこちら盛岡市南大通りの老舗菓子店マルキアで,すでは入ってみましょう懐かしの和菓子やりんごタルトなど洋菓子も多数販売しています 河南地域のお店ということでカフェをやってほしいというお声もあったんですけれどもやっぱり盛岡ならではのお団子類も欲しいということで、えー、今回、えー、お声をかけていただきました花向けで新たに販売されるのが旬の果物を使ったフルーツ大福です果実を挟んでいて彩り鮮やか見るからに美味しそうですね カフェというコンセプトが異なるお店ですので挑戦をしていきたいという気持ちで新たな商品も何点か開発中ですのでぜひ皆さんに楽しんでいただきたいなと思っております工事中のバスセンターに戻ってて続いては3階へおお こちらがはいサウナになりますなんと3階には温浴施設ができるんですフィンランド式のサウナや外気浴炭酸泉など楽しみ方はさまざまですまた宿泊施設もあるのでゆったりとした時間を過ごせます宿泊施設のラウンジには秋吉敏子さんの記念ミュージアムが開設されます 運営するのは盛岡のジャズ喫茶開運橋のジョニーですマスターの照井健さん秋吉俊子ミュージアムっていうものがも私は長年の夢でバスセンターとかホテルとかって誰でも来るところでしょそうしたら今まで秋吉俊子のことを知らなかった人でも感激してくれるから <laughs> ミュージアムには レコードジャケットや秋吉さんが使用したグランドピアノも展示される予定ですカステスですね、盛岡バスセンターのようににぎわいいろんな地域ローカルな魅力がある場所とこうつながっていくのがバス路線ですのでワクワクする楽しい施設にしてまいりたいなと思ってました人と地域をつなぐ森岡バスセンター新たな魅力の発信拠点になりそうです 森岡バスセンターいいね,いいね